はい、皆さん、まいりまいど。こちらね、癖っ毛、ちょっと剛毛だね。で、多毛ね。まあ、皆さんね、こういうカット来たらね、悩んじゃうんじゃないかな。まあ、でもね、本人の話をよく聞くことだよね。だから、出かけるときは縛ってる。家にいるときはね、縛らないって言うんだけど、でも、縛った後、ほどくからね、まあ、物理的な宿毛矯正がかかって、あまり気にしてないみたいなんだよね。で、あと、こういう風に止めたりもするみたいだからね。こういう方はね、本当に 10% セニングでね、根元付近からね、細かくすくしかないんだよね。10% でやるとね、もう、まあ、3ヶ月おきとか、半年おきに必ずうちでセニング入れてくからね、根元付近からね。だから、500回も入れりゃいいんだけど、それじゃ大変だからね。後ろのね、あんまり影響のないようなところは 20% セニングでやってね、うちはもうこういう場合はね、山頂セニングで、さっさっさとね、もうサクサクサクとね、やってちゃうけどね。だ一丁だとね、もうちゃ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 かちゃちゃか、もう疲れるっていうか、ねえ、やっぱり数打たなきゃいけないからね。で、そんで、一時 20% 影響のないとか 20% セニングでやってたけどね、こういうね、癖っ毛で多毛ね、で、ちょっと髪の毛もしっかりしてる、で、根元からうねるタイプの方、絶対にブローはできないんだよね。まあ、冬でね、乾燥してからこうやって落ち着いてるけどね、こういうね、どうやってセットしてんだろうとか、どうすればいいんだろうってね、もう手に負えないような髪質、こういう人が来たらね、よくね、日常の手入れを聞くといいよね。そうするとね、本人は簡単に言うのよ。いつも縛って出かけるとかね、で縛ったのほどいて後ろに流してるから大丈夫なのよ。ここでやっぱり勘違いしちゃいけないのはね、やっぱり根元からすくってことなんだよね。こういう方は巻き髪なんか絶対しないからね。で、今のね、若い美容師さんなんかね、巻き髪のすき方しか知らないような方、そういう方に切らせるとね、鼻息荒くしてね、もう毛先、中間から毛先にかけてね、もうストロークカットかなんかでね、もう、ムキになってすきまくる。ほんでもう気がついた時はね、もう根元底の状態で根元すいたら毛先がなくなっちゃう。今ね、お客様をこうやって触ってんでしょ、髪の毛。根元付近を触ってんのよ。毛先のなんかね、どうでもいいわけ。でね、向きになって毛先中間ね、すきまくってね。で、お客さんが今みたいな手つきでね、根元が多いっつってもね、で、根元すいてくださいなって言った時にはもう手遅れでね。もうこれ以上すいたら毛先、毛がなくなっちゃいますよ、とかなんとか言ってね。ほんで、とにかくお客さん納得させて終わらせるしか、脳がないっつーの。結局ね、コミュニケーション不足、もう最初にね、お客様によく話聞いてね、どんな状況かね、慣れたベテラン美容師さんだったらね、髪質触っただけでね、こういう方がね、まあ、普段ね、まとめ髪にするか一つに縛るかね、で、家にいるときはもうバサッとさせてる。こういう方ね、お客様の言う通り、うちも言われた通りね、お客様がこう触れるたんびにね、ここが重い、ここが熱いって言われたらそこをどんどんすいていくんだけどね。ついて切っただけだとね、格好になってないの。全然格好になってないの。もうそれでもね、お客さんはいいって言うんだよね。で、すぐ縛っちゃうんだから。で、縛んないで帰るったって、意外と本人は気にしてないんだよね。やっぱりね、こういう方がアイロンかけてくれとかブローしてくれって言った場合はね、やっぱ別途料金にしないとね、愛情を持ってやってらんないからね。だから低料金店のお店なんかはね、こういう髪質の人が来たらね、もう割り切ってね、ブローセットはしないっていうのを乾かして終わりにしちゃわないとね。はい、お疲れ様でした。